FF8、リマスタード、PC 版には、高速、エンカウントなし、特殊技使い放題の3つに加えて、ブースト機能が搭載されています。パラメータチェンジには、すべてのアイテムを入手できる、便利機能があり、魔法のランプ、ソロモンの指輪、隣の彼女など、一部のアイテムを除いた、すべてのアイテムを100個入手できます。これにより、本来まだそのタイミングでは入手できないアイテムを使うことができます。例えば、ボムの魂を使って、ディスク1の段階から、自爆を習得できます。自爆は、戦闘から離脱してしまう代わりに、最大 HP の5倍のダメージを与える、ぶっ壊れ性能のコマンドアビリティです。本来使うことができない相手に、自爆を使った時に、面白いことが起こらないか、検証してみました。今回調べたのは、ディスク1最後の、サイファー、イデアとの連戦です。まず、前座のサイファー戦では、スコールが一騎打ちで戦うことになりますが、自爆したら、普通に全滅扱いでゲームオーバーになっただけなので、特に面白みはありませんでした。ということで、サクッと倒して、イデアとの戦いに向かいます。この、イデアとの戦いでは、イデアの HP をゼロにして勝利する以外に、強制的に戦闘が終わる条件が、2つあります。1つ目は、スコールが、戦闘不能状態のまま、2ターン経過すること。2つ目は、スコールが瀕死かつ、アーバインまたはリノアのうち、少なくとも1人が、戦闘不能状態のまま、2ターン経過すること。どちらも、スコールの残り HP が関係していますね。では、この戦闘に、スコールがいなかった場合はどうなるでしょうか？それを検証するため、スコールには、自爆で退場してもらいます。シード、この程度か、のメッセージが表示されました。これは、2つの特殊条件のうち、どちらかを満たした状態で、1ターン経過した時のセリフです。スコールは、戦闘不能扱いになっているのでしょうか？と、思いきや、普通に攻撃してきました。もし、スコールが戦闘不能扱いになっているのであれば、2ターン経過後、ここまでだな、シードよ、のメッセージが表示されて、戦闘終了になります。この状態で、リノアを戦闘不能にして、アーバイン一人だけにしてみます。あれ？イデアの行動が、完全に停止しています。高速モードにしてしばらく放置しても、全く行動しません。セリフも、魔法攻撃もなしです。リノアを蘇生させてみます。すると、イデアは、再び動き始めました。どうやら、スコールがいない状態で、アーバイン、またはリノア一人の状態になると、イデアが完全に停止してしまうようです。このイデアの行動は、こちらの生存人数、スコールの残り HP によって、細かく条件分岐するようにプログラムされています。その中で、スコールが存在せず、かつ、こちらの生存人数が一人の状態の時、選択する行動がない、あるいは参照先が存在せず、処理が進まないなど、何らかのバグが発生している、と思われます。通常、この段階では自爆を入手できず、この戦闘にスコールが存在しない、という状態自体、想定されていないので、開発においても、試験においても、そのようなパターンが考慮されなかったのでしょう。リマスター版に、すべてのアイテム入手、のブースト機能を追加したことで、想定外の状態が作れるようになりましたが、その段階でも、わざわざ試験までは、しなかったのだと思います。あれ？スコールは？スコールがいないわ。どうしましょ？決め台詞言いたいけど、言えない。と、イデアが内心テンパっていることを想像すると、ちょっと楽しくなりますね。他にも、アイテムブースト機能を使うことで、何か面白いことが起こせるかもしれません。呼吸をするように FF8 をプレイしている、サンドの飯より FF8 が好き、FF8 のバグ探しが生きがい、といった方がいれば、ぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。